こんにちは、陳田のおさけです。本日は、生駒市田原口町にございますル・ミランドール5のご紹介をさせていただきます。間取りは 3DK となっており、全室、6畳以上の、広々とした 3DK となっております。はい、まずですね、こちらの、ダイニングキッチンですね、まあ、広さが6畳ということで、まあ、キッチン調理をしていただけるスペース、またちょっとした、ダイニングテーブルも置いていただける、お部屋ですね。またキッチンの方ですね、こちら喜んでいただけるシステムキッチンとなっておりまして、まず3口使える、ガスコンロということで、まあ、お料理好きの方にも大変喜んでいただけるキッチンです。調理スペースやシンクの方も広くなっており、また換気窓も、ね、ございますし、昼間でしたら明るく調理していただけます。水切り棚の方もまた収納スペースも、上と下と十分ございますので、お鍋フライパンもこちらで収納していただきます。こちらにですね、冷蔵庫を置いていただきまして、またこちらの方にですね、給湯器のリモコンございます。温度変更も、すぐにしていただきますので非常に便利ですね。はい、そしてこちらのお部屋の方はモニター付きインターフォンがついておりまして、カラーでお顔確認していただきますので、女性の方もね、安心してお住まいいただきます。はい、またこちらの方ですね、玄関スペースとなっておりまして、その奥にはですね、非常に大容量な収納ボックスがついておりますので、お子様が多いご家庭もですね、しっかりと収納していただきます。はい、そしてその奥に面したお部屋ですね、洋室6畳のお部屋となっておりまして、まあ、こちら、個別のお部屋としてね、使っていただくのもいいかと思います。まあ、デスクであったりとかベッドの方も十分置いていただけますね。またこちらのお部屋ですね、バルコニーに面しておりまして、こちらでですね、洗濯物やお布団の方を収納していただきますね。収納スペースも、奥行き十分にございますので、こちらもご利用いただきます。次ですね、こちらの水回りの方ですね、洗面所になっておりまして、こちら室内洗濯置き場の方と、大きめなこちら独立洗面台もついております。またその奥にですね、こちらお手洗いですね。はい、またこちらの方ですね、バスルームになっております。はい、まだあと2部屋ございますね。まずこちらの方ですね、ダイニングキッチンとですね、つなげて使っていただけるお部屋ということで、こちら扉を、取り外していただきますとですね、で、まあ、リビング12畳ほどと大変広々と使っていただけるような間取りとなっております。こちらの方にはテレビ、ソファーなど置いていただいてくつろいでいただければと思います。もちろんエアコンの方も設置が可能な部屋ですね。はい、こちらの方は半減分の収納スペースもございます。はい、そして最後のお部屋はですね、和室になっておりますので、はい、まあ、ごろ寝も、できるようなお部屋ですし、まあ、お布団派の方もこちらの方でね、寝室としてお使いいただけたらと思います。はい、こちらの方はですね、収納スペースは欲しいとなっておりますので、お布団の方もですね、しっかりと収納していただきます。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスクでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。